こんにちは。ゴルフ飛ばしたなんぼの小池翔二です。どうですか皆さん、練習していますか？今回は残念な練習4選をお伝えいたします。どうでしょう、練習場などで知らず知らず残念な練習をしている方や、自分では良いと思ってやっていた練習が結果的に変な癖がついてしまい、癖が強いスイングになってしまっている方も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のために残念な練習4選をお伝えいたします。練習の仕方を少し変えるだけでも飛距離アップやスイングが上達いたします。自分の練習の仕方が残念な練習になっていないかチェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。残念な練習4選、1つ目は早打ちでドライバーを打ちまくるということです。このように自動でティーアップされる練習場の場合、よく見かける風景です。このタイプの方はとにかく休む暇なく、球が出てきたらすぐ打つ、球が出てきたらすぐ打つ、最終的には球が出てくる前にバックスイングをし始めて打っている方もたまに見かけます。この練習の仕方は運動のためなら問題はありませんが、上達の観点から見るとよくありません。なぜかというと、同じグリップで打ちまくっているので、グリップが緩んだりずれた状態で打つことになり、正しいグリップでスイングをすることができません。また練習場では連続でボールを打ちまくってうまく打つことができても、実際のコースでは連続でボールを打ちまくることはありません。ですので、あまり実践で役に立つ練習の仕方ではないということになります。実践で役に立つ練習の仕方ですが、一球一球このようにグリップやアドレスを作ってボールを打つことが大切になります。もっと実践的にやると、コースと同じルーティーンでこのように後方から目標を確認して一球一球グリップやアドレスを作って打つと、より実践的な練習になります。当然アイアンも同じで、連続で打つのではなく一球一球グリップやアドレスを作ってボールを打つことが大切です。早打ちでドライバーをこのように打ちまくっていた方は、一球一球グリップやアドレスを作ってボールを打つことが大切になります。飛ばしてなんぼ。残念な練習4選、2つ目は理論が優先になりすぎた練習をしているということです。どうですか、このようにスイング理論の形にこだわりすぎてスイングがぎこちなく力んだ硬い打ち方になっている方いらっしゃいませんか？例えばこのようにアドレスで両膝を軽く締めて、テイクバックではフェースが開かないように上げ、トップでは左親指にシャフトを乗せ、下半身リードでクラブを下ろしていき、右脇を絞ってためを作り、ハンドファーストのインパクトで打つみたいに部分部分の形にこだわりすぎた練習をしている方がいます。このタイプは頭でっかちの方に多く、スイングがぎこちなくなっているケースがとても多いです。ですので、理論や形にこだわりすぎた練習ばかりではよくありません。理論はもちろん大切ですが、感性や感覚も取り入れて練習することが大切です。もちろん感性や感覚だけでも NG ですが、ここがゴルフの何とも言えない難しいところですよね。感性や感覚を取り入れる練習方法としては、フォローからバックスイングして打つと一番わかりやすいでしょう。やってみるとわかると思いますが、上半身がリラックスでき、のびのびとしたスイングで振ることができます。理論と感性感覚などはバランスよくスイングに取り入れていくことが大切になります。では実際に打ちます。まずは理論優先の打ち方で打ちます。頭で考えてしまい、スムーズに振れず力んでいます。もう一発打ちます。
スイングがぎこちなく力んだ硬い打ち方になっています。次は感性、感覚を取り入れた打ち方でフォローからバックスイングして打ちます。上半身が力まずリラックスして打てています。もう一発打ちます。感性、感覚を生かしてのびのびとしたスイングで打てています。理論が優先になりすぎた練習をしている方は感性、感覚の練習を取り入れてバランスよく練習することが大切です。飛ばしてなんぼ。残念な練習4選、3つ目はテカテカグリップで練習しているということです。どうですか、先輩からいただいたゴルフクラブや、また何年も使っているゴルフクラブで一度もグリップ交換をしないでそのままという方も多いのではないでしょうか。まずは自分のクラブのグリップがテカテカ、ツルツルになっていて滑りやすくなっていないかチェックしてみましょう。テカテカのグリップは基本滑りやすいので、グリップを握ると自然と強く握ってしまい、腕や肩に力が入ってしまいます。そうすると上半身が力んだ打ち方になり、スイングに悪影響を及ぼし上達の妨げになってしまいます。ですのでグリップを新しくすることによってグリップが滑らなくなりソフトに握れます。そうすると腕や肩などに無駄な力みがなくなり、スムーズに振ることができ上達の近道になります。グリップ交換はゴルフショップなどでグリップを含め1本1000円台から2000円台で交換できますので、テカテカグリップの方は早速交換すると良いでしょう。では実際に打ちます。まずはテカテカグリップで50ヤード打ちます。グリップを強く握ってしまい、腕や肩に力が入り力んだ打ち方になっています。次は新しいグリップで50ヤード打ちます。グリップが滑らないのでソフトに握れリラックスして打つことができます。次はテカテカグリップでフルショットを打ちます。グリップが滑りやすいのでグリップを強く握ってしまいます。そのため腕や肩に力が入った打ち方になっています。次は新しいグリップでフルショットを打ちます。グリップをソフトに握れるのでリラックスして打てています。グリップがテカテカグリップで滑りやすくなっている方はスイングに悪影響を及ぼし上達の妨げになります。新しいグリップに交換することによってグリップをソフトに握ることができるので、腕や肩の力みが取れ上達の近道になります。飛ばしてなんぼ。残念な練習4選、4つ目は自分のスイングを客観的に見ていないということです。例えばこのように脇を締めてスイングすると良いとなれば、スイング中ずっと脇を締めてしまいぎこちなく振っている方がいます。スイング修正のための練習ならいいのですが、通常のスイングでもこれをやっている方がいます。またヘッドアップしないとなれば、ボールを見すぎてフィニッシュでようやく頭を上げる打ち方をしている方もいます。このようなスイングにならないためにも自分のスイングを客観的に見ることが必要になります。どちらのスイングもよくありませんが、本人はちゃんと打っているつもりで自覚症状がありません。今の時代スマホというものがありますので、三脚さえ買っておけば練習場で一人でも簡単に撮影ができ、
自分のスイングを客観的に見ることができます。撮影のコツとしてはグリップの位置を目安にしてスマホをセットすると良いでしょう。客観的に自分のスイングを見ないとスイングを直した時など癖の強いスイングになってしまう場合があり、これではなかなか上手くなることができません。はじめは自分のスイングで何が良くて何が悪いのかわからないかもしれませんが、まずは練習場に行った際には定期的に自分のスイングを撮影して客観的に自分のスイングを見ることが大切になります。